今週のカオスリーグニュース。昨シーズン優勝候補に挙げられるも8位に終わったワーナーユニバーサルアルビオン。11ゴールを挙げたエースウッディ・ウッドペッカー頼みのサッカーから脱却を図るため、今オフでは大型補強の兆しを見せていますが、先日の練習にブルーロック代表フォワード潔一が特別参加し注目を集めました。高い空間認知能力とダイレクトシュートが魅力の潔一、卓越したゲーム感覚を発揮して別格の存在感を放ちました。潔の獲得となればクラブのみならずカオスリーグ全体にとっても大きな影響を及ぼすことになりますが、スヌーピー GM 率いるフロントが獲得オファーを出すのか注目が集まっています。しかしその3日後、今度はデュエルキングスのトレーニングマッチに潔の姿が。不動脇尾からパスを受けると佐久間二郎のゴールを絶妙なスルーパスでアシストするなど、こちらでも抜群の存在感を発揮。一体どこのクラブが獲得するのか、そもそもカオスリーグにやってくるのか、その去就に注目が集まっています。サトシ監督が今年開催のワールドカップに向け選手復帰することが決まったポケモン代表。監督人事に注目が集まっていましたが、ポケモンユナイテッドを退任したばかりのミュウツー氏が就任することが決まりました。今季のカオスリーグでポケモンユナイテッドを優勝に導いた手腕を買われての抜擢となります。また今季限りで引退を表明したニャースの功績を称え、特別な引退試合ポケモン代表対カオスリーグオールスターズ with ニャースフレンズの開催を発表。ミュウツー新監督の初陣となるのに加え、遠藤守やルフィなどサポーター投票で選ばれた選手たちが集結し、ニャースの花道を盛り上げます。詳細や出場メンバーなどはカオスリーグインスタグラムで発表していきますので、お楽しみに。